鉄道の鉄道線、機動線で使用された鉄道車両である。3001小松駅付近1977年1949年に、近名線の電化に備えて、日本鉄道自動車工業で5両が製造され、もは1100系1101から1105として、石川総線に投入された。その直後の同年に行われた一斉解板で、 もは3000千一3001から3 0 0 0に改められている。車体設計は、日本鉄道自動車工業が第二次世界大戦前後に製造し、各地の私鉄へ納入した一連の10メートルから16メートル急小型電車シリーズに共通する特徴を有し、北陸鉄道では他に、松金線専用も、破線型が車体長こそ異なるものの、ほぼ同型の設計となっている。 全長1 4 8ト m の両運転台に扉半構成車体を備える。これは窓の上下にそれぞれをウィンドウヘッダー、ウィンドウシルと呼ばれる補強体が露出したこの時代の鉄道車両としては標準的な構造で窓配置は D1D6D1D で、側窓は戸袋窓を含めすべて中央に横山が入った木枠による二段窓となっており、 戸袋窓以外は下段上昇式である。また、上行用ホームの床面高さが低いため、ステップ付けの客用扉と、戸袋部分の車体裾が一段下げられていた。前面は、緩やかな半流線型で、中央窓のみ、強幅の非貫通三枚窓を備える。屋根は、幕板直上に雨戸を置いて、屋根布を張った、通常の丸屋根であった。 座席はすべてロングシートで、乗務員室と客扉の間には座席がなく、定員は100名である。台車は製造当初日本鉄道自動車工業製、釣り合い両式台車である NT-28B を装備する。主電動機は直流整粒子式直巻電動機である、新興電機 MT60 を1台車に2機ずつ、釣り掛け式で走過し、主制御機は、 日立製作所製自動加速式多段電動化無軸制御機の m m c l 5 0を搭載する。ブレーキは SME 非常便付き直通空気ブレーキを装備する。終電装置は新造時の石川総船の標準に従いトロリーポールを装着する。前消灯は入線当初運転台下の腰部に取り付けられていたが、後屋根状に移設された。微灯は いわゆる、骸骨系の外付け型のものを、全面腰板の下部、左右2箇所に設置した。3004小松駅付近1977年新造以来5両、揃って、石川総線で運用され、1959年に、台車を、日本車両製造本店製ウィングバネ台車の ND-7 に、申請交換した。この際、発生した、 NT-28B はモハ1801.1802、モハ3351、モハ3551、サハ611の各社に流用され、以後もたらい回しのごとく転用が繰り返されていた。また終電装置を1958年に、Z パンタグラフに、さらに1961年には、ひし形パンタグラフへの交換が実施されている。 その後、モハ3000号は1963年にモハ5101との衝突事故で車体を大破し、坂の工業所の出張工作でノーシルノーヘッダー、張り上げ屋根、両細面貫通式に復旧され、新車同様に生まれ変わった。その他、オリジナルの携帯を残していた3001から3004も、この時期以降、全面窓のエッジゴム化や、 側窓枠の金属化、アルミサッシ化、客扉の構成化などによって一両ごとに差異が生じ、各社の形態はバラエティに富むことになった。1964年により大型のモハ3700型などが投入されると、比較的小型の本形式は余剰をきたした。もっとも、他形式とは異なり一形式五両とまとまった数が在籍していたことから、 機動法準拠の金石線へ廃焼機の取り付け改造を実施して転出、さらに銅線が廃止されると小松線へそれぞれ全車揃って移動している。なお、小松線所属時代には銅線に除雪用電気、機関車の配置がなかったことから、陶器除雪用のスノープラウが取り付けられる。よう、3001の全面下部に取り付け、金具が追加装備されている。 1986年の小松線廃止と同時に全車廃車となった。小松線廃止後、本形式は車庫を併設していた旧小松駅構内で解体作業が進められたが、もは3000号の車体のみは一般に引き取られ、石川県加賀市内で倉庫として利用されている。また、本形式の廃車で発生した3003から3 0 0 5 n d 7台車は、 浅野川線のモハ3563区ハ1203区ハ1212に転用されている。これらのうち区ハ1203が1990年に廃車されると ND7A は今度は区ハ1301に転用され、これらの台車は最終的にこれら3両の装着車の廃車まで使用された。ありがとうございます。